So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour, we...私の学生時代はどこにでもいる普通の女の子だった。流行りスイーツも好きだし、おしゃれも好き。もちろん男の人も。でも他の子と好きなことが違ったのは、流行りのアイドルでもなく、学校の同級生や先輩でもなく、20代後半の社会の先生ということだけ。学力は平均点ばかりだったが、社会だけは80点を超えていた。友達に相談することもできずに、ただ先生に気に入ってもらいたくて社会の勉強をした。授業中も必死に先生が黒板に書く文字をノートに写した。そんなある日、社会の授業のノートを先生がチェックするということで回収されることになった。毎回ちゃんと書いていたので何も問題ない私。でも一つだけ問題があったのを、その日学校から帰って家で気づいた。顔が赤くなり、今にも倒れそうな思いに駆られる。そのノートの端に、先生と私を相合い傘で囲んだ落書きを書いていて、消すのを忘れていたのだった。どうしようと思い、次の日学校に行くと、すぐに先生と廊下で出会った。周りには誰もいなかったので、すぐ先生に気づかれた。私は先生から顔をそらし、逃げようとすると、先生が私を引き止めた。そして先生がこう言った。あの傘、俺も持ってるから。今日雨だね。一緒に帰ろうか。また放課後。Please repeat after me.あの傘、俺も持ってるから。今日雨だね。一緒に帰ろうか。また放課後。